ということで、今日はね、日本酒とともにカリヌ、今回はですね、僕があまり使わない非常に久しぶりの食材、この人ですね。はい、皆さん何だか分かりますか？アジですね。どうもアジです。なんとこのチャンネル久々に魚さばきます。今回は至高のなめろう。これね、なめろうにはマジで自信あります。なぜかというと、僕千葉県民だから。なめろうっていうのは千葉の郷土料理、もともとね、千葉県民の食べるなめろう、これを皆さんにご紹介します。アジさばくの僕3年ぶりぐらい、ちょっとね、気まぐれクックさんのつもりでやります。いや、大きく出すぎたな。リュウジのバズレシピ。材料説明いきますね。アジ2尾、ちょっとたっぷりめでやります。あ、320g、 相当結構大きい味ですね。これ、あの魚屋さんがもう綿抜きしてくれてあるみたいです、はい、で、これをさばきます。長ネギ、生姜、大葉があればいいです。大葉はね、だいたいね、6枚ぐらい、生姜は10から 15g、 長ネギは3分の1本、半分でもいいかな、はい。ちょっとふわふわしてますが、後でちょっとまとめておきますんで。はい、じゃあまずアジさばいてます。で、今回はなめろう用なので、難易度は低いです。なぜかというと、身がボロボロでも身完全に叩いちゃうので、まずこうやってゼイゴ取りましょう。まあ、取んなくてもいいんですけど、あのなめろうなんでね。こんな感じですね。で、まあ、ここからですね、ここはね、まずね、 V の字に入れていきます。エラの底から頭にかけてですね、はい、で落としていきますね。でですね、もう僕の場合はもうここで、本当はねこうやって入れた方が身残るんですけども、今回なめろうなので、大名おろしにします。アジっていうのはこの中骨が結構その大きいので、大名おろしにすると骨に身が残りやすくなっちゃうんですけども、今回はねなめろうなんで大丈夫です。もう、ほんと、こうです。この骨に沿って、こんな感じ。反対側も骨とか入れて、はい、うまくできたじゃん、結構。片方にね、こいつがいるんですよね。ここがね、あの切って取っちゃう、はい。で、腹骨があるんですよね。で、腹骨はこうやってここから切っちゃいます。やべ、残ってた。まあ、そうするとこういう身になりますね。で、あとはアジってこれね、手で剥けるので、で、包丁を使うやり方もあるんですが、あの手と包丁で使うやり方もあるんですけども、全然手でいいです。こんな感じで皮引けましたんでね。167近くしましたけども、なんとかサバの身が取れました。アジでした、はい。本来はね、ここに小骨あるんですよ。これ抜いていくんですけども、今回なめろうだから抜かないでいいです。叩いちゃうから全く気にならなくなって、ちょっと休憩。で、こっから野菜と合わせていくんですけども、まず長ネギ、これはねスライスしちゃって、あとで一緒に叩くから、もうざっくりです。生姜 12g ぐらい、12×15 でいいです、はい。こんな感じですね。で、大葉7枚ぐらいやってもいいかな。ちょっと洗います、これね。ちょうどのここは、食感が悪いので、ちぎります。で、こんな感じで丸めていくんですね、これね。そして丸めてから、野菜ちょっと避けといて、先にアジの身切っていきます。なめろうって結構ね、派閥が分かれるんですよね。あんまり叩かない派とめっちゃ叩く派閥があるんですけども、千葉のなめろうっていうのは身を残さない、あんまり。なめろうは叩く。
そしたら薬味野菜を乗せて、でここで合わせるように叩いていく。めんどくさかったらプロセッサーとかでやってもいいんですけども、まあ、やっぱり包丁1本でやった方が風情が出る、やった感味はねそこまで変わらないんですけどね。野菜が交わってきたらここでですねお味噌です。味を見ながらなんですよ。まず大さじ1杯落としていきます。千葉のなめろっていうのは醤油つけないので味噌だけで味決めます。醤油つける人もいるんだけどね、これはね派閥による。僕が食べてきた房総のなめろうは酢で食べるのが多かったですね。まあどうだろうね、酒のあてにするんだったらもう少しかな、大さじ1強ぐらい入れちゃっていいかもしれないですね。少しお味噌加えてあげます。これはねもうお好み、でこれね、出来上がったかなっていうのはこうやってまな板に貼り付けて、こっこなです。逆さにしても落ちてこない、これがなめろです。持っていきましょうか多分ねこれ全部盛ると大げさすぎちゃうので、半分よりちょっと多いぐらい盛りましょうか。盛るのもねちょっとね形付けて、じゃあこうですね。まあこのままでも美味しそうは美味しそうなんですけども、包丁の背で少しね格子状に模様をつけてあげるとそれっぽくなります。それではこちらで至高のなめろうの完成です。はい、それではできました。早速やっていきたいと思います。やります。あーこれはね勝った。で皆さん、千葉のなめろうは醤油つけないです。あの酢で食います。お酢を入れてください。まずはこれで食ってください。じゃあいただきます。これ酢にちょんとつけてこれで食べますあーこれだよ。めっちゃうまい。うん、なめろうは酢だよね。このなめろうね、本当にそのまま食べても美味しいぐらいなんですけども、ここに酢の酸味が加わることによって非常に美味しいんですね。この食べ方意外とみんな知らない方多いんですよね。あー、そして日本酒だ。うんうん、何倍でもいける。でですね、このなめろうですね、いろんなものに変化するんです、ね、この残ったのを大葉くっつけて丸めてごま油つけた手で握ってフライパンで焼くと三が焼きっていう郷土料理になるんですよ。これもね、まあ、なめろう多めに作ると次の日は三が焼きっていうのが味ハンバーグですね。あれもね非常に美味しいんですよ。この酢との相性ね、そして粗く刻まれた薬味、これがね何倍にも味の良さを、ね、引き立ててますね。もうちょい味噌を入れたい。僕は酒飲みなので。そしていただきます。やっぱりこれぐらい味噌が効いてた方がうまいですね。大さじ1半ぐらい入れちゃっていいと思います。僕の味付けだとですよ。あれやっていいっすか、まぼちゃ。これも千葉の多分ね鴨川の方の郷土料理かな。これ今からやります。まぼちゃっていうのをちょっと皆さんにお教えしたいので、ちょっとやっていきたいと思います。じゃあね、今ねご飯盛りました。大葉ちょっと乗っけてください。で、アジのなめろ、これをね、乗っけるんですよ。で、なめろはね、食べたいだけ乗せます。これぐらいですかね。はい、本当これ好みなんですけども、のりをパラッと、まあ、刻んだ方が、こういうのでいいんで、わさびをちょっと持ってください。で、白だしが大さじ20cc だね。では小さじ4だね。で、ここにお茶じゃない、お湯 80cc。 はい、それではですね、こちらの、だし汁ですね、はい、白だし作った缶だし汁注いでいきます。いただきます。
これがやっぱりいっちゃうまいね。やっぱだしのうまみとね相まってね、いっちゃうまいおいしい。でここにね、あの千葉県民しか知らない魔法の調味料、ホワイトペッパー。これね、ホワイトペッパーをなめろ振るんですよ。これねめっちゃうまいんで、ホワイトペッパーかけて、すっあーほんとたまんない。お前が一番うまい。うん、いやこのなめろうもほんと美味しいんだけど、まごちゃやってほしい。これこのホワイトペッパー、これ魔法の粉なのね。これ必ずホワイトペッパー使ってください。まごちゃに合う。ホワイトペッパーでもそもそも魚介の臭み消しに、酔いられるものなんですけども、これがね合うんだわ。わさびももちろんなんですけども、ホワイトペッパーはいやマジや。おほんとやってください。これ絶対損させませんから。スーパーの味でこんなにうまくなるっていうのをぜひ体験し、あ、うまい。さっきのなめろうもいいですか。いや、これ2段使いしてほしいな。そして3尾ぐらいやって1尾分は3回転してほしい。うん、今日はやんないけど、うん、はあ。ぜひ皆さん、この千葉県民の作る至高なめろう作っていただいて、そのまんま食べていただいて、締めはマゴチャやってください。そしてホワイトペッパーかけてみてください。めっちゃ美味しいので作ってみてください。とりあえずね、僕はなんでこうしているかというと、やっぱ皆さんにね料理のね楽しさをね、やっぱねこう見ていただきたいと、そういうことがあるんですよ。なのでね、ぜひね皆さんには料理の楽しさを理解していただきたいと。それはね、なんで僕がそうやって言ってるかというと、ね、料理の楽しさを皆さんに理解していただきたいと、そういうことなので、結局は料理の楽しさを理解していただきたい。